ペラ茶の実話子をお送りします。これは全編津軽弁で歌われますが、脚本は大城和夫さん、作曲は笹森、武房さん、演奏してくださるのはソプラノ、幼い由紀子さん、メゾソプラノ井上芳子さんでお送りいたします。全部津軽弁ですが、その津軽弁の語られる津軽の女の情念というものがどのように語られて結末まで持っていくのか、その結末がちょっとあっと驚くようなものなんですが、どういうふうになるのかをお楽しみいただきたいと思います。作曲の、笹森武房さんがこういうふうに語っておられます。ちょっと読んでみます。悲劇が喜劇であり、喜劇のような人生が実は悲劇である、津軽の精神風土の本質が象徴的に心に伝わることでしょう。Thank you.
道具のこの茶碗とば私の方さおけば
Thank you.
Thank you.